い、皆さんこんにちは。どうも、ナトです。今回は黒巻き合成っていうのを僕前からやりたかったんですけど、それをやってみたっていう動画です。黒巻き合成っていうのがね、この緑の背景にこうするとすごくない？もう一回言ってく？はい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 編集だりそれじゃあゆったりと公園散策実況ですね、これはぜひ見てってください。スタート。ただね、本当にのんびり歩いています、何か目的があるっていうわけでもなく、まあ紅葉を少し見たりとかね、まあ鳥の声だったりとか、まあ、そういうのをのんびりと聞いております。そう、ヒヨドリもね、本当は撮りたかったんですよ。なかなか写真とかに収められないんで。ただね、声だけは聞こえるけど、周り全然いないんですよね。ちなみに今回この撮影してるのは iPhone と、あとはあれ D500 で動画をやっています。いつもねソニーのいいやつ使ってるんですけど、今回はこの2つでやっていきたいと。まあ実験ですね。はい、今映像に映ってる通り、この顔ももう子ガモがね、あの他のお客さんとかがいて、お客さん、まあ、通行人とかがいて、まあ、餌をもらってるんですけど、こんな感じでね取り合ってるんですよ。子ガモ VS 恋みたいな。かわいい。でまあドバトも参加したいんだけど、ちょっと臆病なのかな。自分たちで努力して自然のものを食べてました。そう、あとね、水がちょっと綺麗で、ここ見て、風車じゃねえ、水車。もう和むよね、風流です。もう音を聞いてほしい。いいね。もうずっとここにいたい気分にはなったんですけど、まあ、そういうわけにもいかないので他行きましょう。でカルガモが多かったですね。あの浅い池が多いので潜水するような鳥はいなかったんです。なので水面の、まあ、デトリタスとかそういうのを食べている、まあ、陸ガモっていうのかな、まあ、陸ガモが多かったです。まあ、カルガモとガモぐらいしかいませんでしたが、こちらがなんだっけな、ツバキ。はい、ツバキです。でツバキの葉っぱの特徴がですね、こんな感じで、まあ、葉先の方が少しとんがるんですよね、ちょこって、まあ、こういう特徴があります。でもう一個似てるのがサザンカっていうのがあって、これ八重咲きのサザンカですね。品種改良してるやつです。で、葉っぱを見ると、あの、葉の先端の方が、少しね、なんだろう、とんがってる感じじゃないんですよね。ちょっと丸みを帯びてるというか、そういうような、植物になっています。これがサザンカですね。はい。一応、めちゃくちゃ綺麗でした。紅葉もね、かなり進んでいて、落葉はしているんですけど、この青空と黄色がすごいマッチしているいいところでしたね。またこれはカルガモ。そう、カルガモ、本当にカルガモがいっぱい池が 3,4 箇所とかあるんですけど、まあ、全部浅めの池なのでカルガモしかいませんでした。あともう1箇所ね、ハスの花とかがたくさんあるところがあったんですけど、そこはねカワセミとか見えるんですが、ただなんか水をね全部抜いて整備していて、何もいなかった、ね、ソテツさんですね。ソテツさん、皆さんソテツさんご存知ですか？ソテツね、ちゃんと実がなるんですよ。こんな感じでちょっと気持ち悪いっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ソテツです、ソテツの実食べれるんですが、有毒でして、まあ、水に浸すとか、まあ、いろいろしないといけなくて、素人が食べるのは難しいですね。公園の外に行くと、まあいつもの大判さん、まあ冬鳥の代表かな、代表って言っちゃあれかよく河原で見かける黒い鳥、大判さんもいらっしゃいました。一生懸命なんか浮いてるものついばんでますね。はい、あと猫さんですね。野良猫、ずっとね、なんか葉っぱ食ってた橋の上から覗いてたんですけど、一向にこっちに、まあ、気づく様子もなく、ひたすら草をなんかクン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 しながらね、かじったりしてましたね。めちゃくちゃ可愛かった。まあ、でもね、やっぱ野生っていうこともあってね、
若干目がなんだろう、うん、病気っぽかったかな。あ、これね、なんか隠れてたんですよ。おんぶバッタ、そう、おんぶバッタはい、捕まえました。かわいくない？おんぶバッタ。もうこの季節、11月の下旬とかに行ったんですけど一生懸命生きてましたね。チラッチラッシヤッかわいいあっという間でしたね。はい、まあいかがだったでしょうか。まあこんな感じで、たまにはのんびりいろんな生き物を探すのもいいです。もちろん鳥もガサガサもいいんですが、皆さんもよかったら近くの公園、いろんな生き物探してみてください。それじゃあ次の動画はフィルドでお会いいたしましょう。バイバイ。本当に最後まで見ていただきありがとうございます。これからも僕と一緒にいろんな生き物を見つけていきませんか。まだ知らないたくさんの日本の自然、生き物をお見せします。高評価、チャンネル登録はエネルギーになります。それじゃあまたお会いいたしましょう。グッバイ。